ブローラーのお時間になりました。本日のテーマはセールスを断られた話ということで、まあ、たまにですね個別で僕はセールスをかけていくんですけど、今回はですね100万を超える商品をちょっとねセールスしたんですよ。ただこのねセールスしたやり方っていうのがもう人生で初めての切り口です人生で初めての切り口で案内したんですよ。まあ、その切り口の内容はちょっと無料では言わないですけどただね切り口の内容がちょっと斬新というかね、まあちょっと、まあまあ斬新というか、なんて表現したらいいかわかんないですけど。まあセールスする前からね、まあちょっと微妙かなと思ってたんですよ。まあ、あわよくばどうなんだっていう、あわよくばどうなんだ、どうなんだろうみたいな。だけど、まあ、セールスかけてみないと、その、じゃあその、まあ、多分ね、僕のセールスをかける前のその確率的には80-20なんですよ。まあ90-10か80-20ぐらいですね。要は 80% が失敗する。で、あわよくば 20% でこれで売れるかもしれないというような状態だったんですよ。だからもう売る前から、まあこの切り口斬新だけど、斬新なんだけどどうなんだろうみたいな。でもそれは売ってみないとわかんないですよね。じゃあそれがどうなるのか、そのフィードバックがね、どうなるのか。いやでもな、これどうなんだろうな、みたいな。いやでもね、僕のテストマインドっていうのがあるんですよ。テストマインド。まあこれは刷り込まれたんですけど、僕はマーケティング勉強していく上で、とにかくテストはテストだと。とにかくテストしろっていうことを、まあ刷り込まれてるので、いやテストしてみようっつってね、テストしたんですよ。で、実際にオファーしてみたんですけど、やっぱりね、ダメでしたね。うん。でも、本当にテストしてよかったなと思うことが、結局その、なぜその、今回のその、オファーを断ったのかっていう、その理由を明確に書いていただいて、あ、確かにまあそうだよね、みたいな。まあ無理やりこじつけたとこもあるし、まあまあそうだよね、っていう。だからその、結局その、フィードバックですよね。なぜ What's 売れなかったのか、なぜそのお客さんは断ったのかっていうのが、やっぱ明確的に分かって、次にやっぱそのデータがあるので、次につなげられるんですよね。で、ブログで書いたのは、まあテストマインドめちゃめちゃ重要だよっていう話も書いたんですけど、やっぱ結果を出すためには、そのフィードバックなんですよね。うん、これもよく言いますけど、NASA がね、ロケットを宇宙に飛ばすときって、最初から成功してないんですよ。おそらくね。まあその、なんだ、ライト兄弟もそうだと思うんですけど、ライト兄弟もいきなり飛行機飛ばせたのかっていうと、そうじゃないはずなんですよ。いろんな失敗、その問題点のデータを探して、そこを改善していったから、まあ、ロケット飛ばせたと思うんですよね。だから、大事なことっていうのは、なぜワッツ、なんだろうな、失敗して、そのデータをちゃんと抽出してるのかって話ですね。ああ、売れなかった。ああ、うまくいかなかった。ああ、稼げないんだ。ではなく、なぜうまくいっていないのか、なぜ売れていないのかっていうのを、その明確的にデータ収集したりとか、もう客観的に分析していくっていうことが大事ですね。で、あとは、売れた時もそうなんですよ。なぜ売れたのかっていう。その売れた時ですら分析していく。要は、その分析がなければ、たまたま売れた可能性もあるじゃないですか。要は継続的にビジネスをやっていくためには再現していかないといけないんですよね。じゃあそもそもなんで売れたっていうことを明確的にその売れた理由、原因を分かっていれば再現はできるんだけど、売れた理由だったりとかその原因が分かってなかったら再現またできないじゃないですか。だから常に安定的にこう売り上げを確実にこう出していくためには、売れたデータも失敗したデータもそれをより客観的に分析してデータ取りしていかないとダメだよっていう。で、ブログでも書きましたけど、昔その塾をこう販売してる時にですね、販売終了した後ね、いや、なんで取り上げ入んないんですかみたいなアンケートを取ったことがあって。で、結構その時はね、めちゃくちゃ得点もつけたんですよ。で、こんだけ得点もつけて、で、まあ、当時はね、まだ120万まで上がる前で、そんなに、まあ、リーズナブル、まあ、今に比べるとね、今120万ですから、当時売ってた値段は、まあまあ、一般的な相場だったと思うんですけど、で、一般的な相場に対して、なおかつ、その特典もめっちゃつけてたし、で、僕の塾ってのは他の塾と違って、なんだ、60歳までサポートしますよ、みたいな、普通の塾ではあんまないと思うんですよ。で、アップデートも常にしてますから、で、結構もうめちゃくちゃいいと思う。他の塾入るよりね、まあ僕の動画見てくれてるんだったらですよ。僕の動画見てるんだったら僕の塾入ってもらった方がいいし、内容も良いし、価格帯もその時は、まあ一般的な価格だっただろうし。
なんで入らんと。まあもちろん入ってくれた人ももちろんいますけど、僕からすると全員入れって話なんだけど。全員入れみたいなね。まあまあそれで、じゃあなんでその塾入りませんでしたみたいなね、アンケートを取ったんですよ。で、そしたら、まあ、なぜ入らなかったのかっていうのは、いろいろ意見聞けてね、まあ、そのデータ収集できたんですけど、ただそれをね、まあ、これ面白かったのが、他の塾生さんが僕のプロモーションを見ててね、まあ僕の塾生、すでに塾入ってる塾生さんが僕のその販売プロモーションを見てて、吉田さん、その買わない原因をアンケート、買わない理由をお客さんに聞くって、なんか、発想がなかったです。あ、そういうアンケートの取り方もあるんですね、みたいなね。その買わない理由、なぜ買わなかったっていう理由を聞くっていう。多分ね、これってほとんどの人知ってないと思うんですよね。僕はもうそのテストっていうのが刷り込まれてるので、いろんな形でアンケートも取ったりとか、いろいろ形やってますので、なんかまあ、いろいろやるんですけども。でもなんかその、なんだろうな。一般的には多分それが刷り込まれてないと思うんですよね。テストしていく。あとその、問題を探っていく。客観的にデータを取っていくっていうことですよね。だからそれがわからないと、例えばですよ。これよくネットビジネスあるあるだと思うんですけど、リストは取れてるんだけど、全然売れないみたいなね。そう。フォローはめちゃめちゃいるけども、リスト取れないとかね。なんかその、本質的なところですよね。商品売っていくんだったら、フォロワーの数も大事かもしれないけども、結局、そこで飽きないビジネスやっていくんだったら、ね。売れるか売れないかが、まあ、結論じゃないですか。1万人のフォロワーいります。2万人のフォロワーいります。100万再生回ってます。なんか100万人のフォロワーいます。でも商品売れません。じゃあダメじゃないですか。だから、常に何か商品売っていくんだったら、そこの問題を客観的に分析していかないとダメなんですけど、なんか多くの人はそこを、まあやってない傾向があるかなっていうところですね。これはね、もう常にもう、興味を持つというか、なぜ売れたっていうところにも興味を持つべきだし、なぜ売れなかったっていうところにも興味を持つべきだし、そこの興味を持たないとやっぱ分析しないので、考えないしね。ああ、やっぱ稼げないんだ、みたいな。まあその程度で終わるから、まあ、だから稼げないんでしょうけど。やっぱね、これ本当あとテストは超大事ですからね。とにかくテストするっていう。本当にこれはね、まあ、今回、自分の中では8割うまくいかないっていうのが分かってて、まあ、9割、8割うまくいかない。多分売れねえだろうなと思ったけど、この切り口どうなんだ？まあ、あわよくはもしかしたらワンチャンあるんじゃないかなっていうね。とこでテストしてよかったなと思いますね。まあ、売れなかったですけども、まあ、データとしては収集できたので。なぜ、今回断ったのかって、明確的にそれ書いて、メッセージで書いてくれたんで、まあ確かにそうだよね。まあそのメッセージ見たら、まあ確かになっていう。じゃあそのメッセージから、じゃあ、なんだ、今度オファーするときにどういうオファーだと、まあ興味が持ってもらえるのかなとか、次の改善案とかね、立案のする案だったりとか、アイデア、リソースっていうのは生み出すことができるわけですよ。な感じですかね。だからまあ、どんどんテストしましょう。テスト。僕もね、100発100中ではないですから、まあ結構成約率は高い方ですけれども、ただ100発100中ではないので、ただまあ今回は本当に、今まで人生で、まあネットビジネス歴18年やってますけど、初めてですね、この切り口は。どんな切り口だったのかっていうのは言わないですけど、ね。有料だったらね、100万円ぐらいお支払いしていただけるんだったら、あなたが100万円お支払いしていただけるんだったら、お話ししてもいいですけど、どんな切り口だったのか、みたいなね。まあ、無料ではそのちょっと切り口言わないですけど、ただ、言えることは、今まで18年で、初めての切り口ですね。初めての切り口ですね。そう。でも、まあ、まあ、今回やってよかったなと思いますね。はい。ということで、まあ、興味ある方はね、ブログの方も見ていただければなと思います。はい。それでは終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。